その余裕ぶった態度、全く変わらねえな。俺の名前を忘れちゃいねえだろうな、シロエ。お久しぶりですね、デモクラシーさん。てめえ、表出ろ。出て何をするんですか。決まってんだろ。黙れよ、デミ。あ、俺んとこの客人だ。知ったこっちゃねえ。こいつは俺の。負けたんだろ。お前は負けたんだろ。今さらイチャモンつけるなよ。だけどよ。もう一度潰すぞ、デミカス。土台お前はシロエには勝てねえ。俺だってあれからちったレイドアイテムを手に入れた。装備で勝てるなんて思ってるから勝てねえんだよ。じゃあ試してみるか。お前、ハンバーグとメンチカツどっちが好きだ。どっちも好きですね。デミなんとかソースをたっぷりかけて。望み通りぐっちゃぐちゃのギッタギタにしてやるよ。困りますよ、デラックスさん。てめえわざと言ってんだろ。話してください、味噌田楽さん。この野郎。なんでブリガンティアはメンバー半減しちゃったってわけ。まあ仕方ないよね、ギルドにも入ってないような猫剣士にズタボロにやられちゃったんだもん。サボのロンダークはさっさと見切りをつけて西へ流れてったし。じゃあデミカスは。デミデミはギルドごとシルバーソードの射程になっちゃった。そんでススキノには平和が訪れたってわけ。なるほど。あと、デミデミのお嫁さん、これがよくできた人でさ。嫁？マジで？最大者ですか。憧れますね。大地人の貴族だよ。召使いにするつもりでさらってきたのに、今じゃ逆にメロメロなんだって。お料理も上手で、デミデミったらハンバーグとメンチカツが大好物なんだって。そりゃ傑作だ。羨ましいですね。へえ。そんなわけで最近じゃすっかり丸くなって。あ、デミデミ。